初代クラーモント伯爵初代クラーモント伯爵、ウィリアム・ヘンリー・フォーテスキューは、アイルランド王国出身の政治家、貴族。1745年から1770年まで、アイルランド庶民委員を務めた。初代クラーモント伯爵が描かれた、1802年のカリカチは、トマス・フォーテスキューとエリザベース・ハミルトンの息子として、1722年8月5日に、 生まれた。1746年に、ラウス県長官を務め、1745年から1760年まで、ラウス選挙区の、1761年から1770年まで、モナハンバラ選挙区の代表としてアイルランド、庶民議員を務めた。1761年の選挙では、ラウス選挙区でも、1768年の選挙では、 ダンドーク選挙区でも当選したが、2回ともにもな反バラ選挙区の代表として、議員を務めることを選択した。1754年に、ダブリン大学より、LLD の名誉学位を授与され、1755年5月5日に、アイルランド枢密院の枢密顧問官に任命された。1764年から1784年まで、アイルランド郵政副長官を、 1775年から1806年に死去するまでモナハン県総督を1775年から1805年までモナハン首席治安判事を務めた。1770年5月26日にアイルランド貴族であるラウス県におけるクラーモントのクラーモント男爵に除され、1773年11月23日にアイルランド貴族院議員に就任した。 それまでのアイルランドにクラーモントという地名が存在せず、ホーテスキューが事業だったラウス県ランダルズタウンをクラーモントパークに改名したという。七百七十六年七月二十三日、同じくアイルランド貴族であるラウス県におけるクラーモント男爵及びクラーモント子爵に上されたが、この爵位は初代子爵の男系男子が断絶した場合、初代子爵の弟、 ジェームズ・フォーテスキュに継承権を与える特別残余権が規定された。それからわずか半年後の1777年2月10日に同じくアイルランド貴族であるラウス県におけるクラーモント伯爵に上されたが、こちらは特別残余権が規定されていない。1795年3月30日、聖パトリック勲章を授与された。1806年9月30日に、 ブライトンのオールドスティーンで死去10月10日にノーホークのリトル・クレッシンガムで埋葬された。クラーモント伯爵位とクラーモント男爵位は廃絶、クラーモント死爵位は弟、ジェームズの息子、ウィリアム・チャールズが継承した。1752年2月29日、フランシスケ・アンズ・マレーと結婚、一条儲けた。ありがとうございます。